さってまで急な強い雨や風に気をつけてください。気象庁によると、日本に暖かくて湿った空気が入っています。このため、西日本と東日本で急にとても強い雨が降ったり強い風が吹いたりしています。気象庁によると、これから北日本でも雨や風が強くなって、あさってまで続きそうです。気象庁は、雷の音が聞こえたり、黒い雲が見えたりしたときは、丈夫な建物の中に入ってくださいと言っています。